公安局のポスト買うのにいくら払ったんだか。仕事さえできるなら誰でもいい。我々の命令が絶対であり、原則として質問は受け付けない。指示ってやつをください、監視官。入江和道執行官。規則ですのでお待ちください。テンさん。何をしている。これでチェックすりゃ早いでしょうが。ほら悪いのがいた。たんまたんま監視官。俺たちは仕事しただけですよ。いいですね。はい。刑事課をエリートコースだと思ってさ。クソ役人が。どいつも一緒だぜ。前みたいに事故って死ななきゃいいんだが。ちょっと滅多なこと言わないで。その話題はやめとけ。へいへい悪かったよ。当直監視官は執行官と急行してください。当直ってうちじゃねえの。わかったわかった、もういいや。ご主人こういうの得意なんですね。母国で夫は数学者をしていました。いつまでお涙ちょうだい聞いてんだ。おいさっさと終わらせろよ。そう言っても。どう日向さん、ネットのログも何もなさすぎて。自作かよ。これで食ってくるぜ。ねえ、関連社員数千人分の給与情報と住宅ローンの管理表。こんなもん隠して何がして。ちょっとそれ本気で言ってんすか。サブプライムってなんだ。なんで金持ちと貧乏人のローンが同じ評価なんだ。リスクが高いから金利が高いんじゃなかったのか。ただ捜査は難しいです。は？なんでよ。二人とも執行すりゃいいでしょう。ったく往生際が悪い野郎だ。無茶はダメだよ。分かってる。お前も気をつけろ。おい入江。ここらを仕切ってる沼倉って悪のじいさんがいる。余計なこと教えんなよ。悪党一人に首かけるつもりか。マジなら相当ネジ外れてるぜ。キサラギと日向はおとなしく待って。手本をお見せしますよ監視官。現在紹介中よ。了解です。到着次第現場のケアを行います。あの手の死体は最悪だぜ。ぐっちゃぐちゃで監視官様吐いちゃうんじゃない。犬神家かよ。何ですかそれ。こんな高級ホテルで治療。病院よりリラックスできるんですよ。金持ちにしか味わえないケアか。あ、俺たちは素直じゃねえからな。何やってんだあいつら。死体見て色相曇ったんじゃない。なんだこりゃ。いよいよ行かれてるぜ。ケアスタッフなのに自分の色相が悪化して治療中だった。いろいろ大変なんじゃない。うまい店教えましょうか。お前な、どうせスラムの店だろ。キラッキラしてんね。苦労してるな。よくある話でしょう。人気絶頂で政治家に転身、シビラ適正に従ったとコメント。政治家になって何する気だろう。ま、大抵お飾りだが、シビラが審議する政策協議は今も政治家の仕事だ。真面目にやりゃ意外とやることはあります。政治家にも詳しいんですか。多いんすよ、スラム落ちする連中。にしてもセンター以外潜在犯って面白くないっすか。みんなで夢追って奈落の底。育ちのせいですかね。って運転しないんですか。免許は持ってますよ。なんだかな。怖い人ですね。ん、俺とだけ話して入江さんは見ようともしなかった。呼ぶ時も刑事さんたちじゃなく刑事さんって。潜在犯には触れるのも嫌ってか。
入江さんが執行官だなんて一言も言ってませんよ。もし犯罪者ならそりゃ何ですか。させる。すると本当は学力に差がないのになぜか点差が出るってわけか。かんね。隣人政策は小宮を推薦した皇帝党の方針だ。入国者を規制して自分たちの利益を守りたいってのが本音だ。うん。オタクもそれで救われたと。エリアストレス警報、至急メンタルケアを行う。ヘルステップ、頭部に危険な衝撃を受けています。あなたは暴行を受けている可能性が極めて高いです。そうだよ、すぐに回避してください。できるか、バカ。くそ、マジか。薬師寺も、奴を推薦した郵政党も入国政策を歓迎してるからな。連中に該当スキャナーをかわす手があったとしても見つかるリスクは避けたいはずだ。俺が犯人なら明賀谷、あそこの廃棄区画、確かお前が昔縄張りにしてたとこだな。シビラシステムの元では普通じゃない。それが普通の場所があるんですよ。通信障害、ドミネーターの使用に中継機が必要です。ご注意ください。うるせえな、わかってるよ。おい、面白い。じゃあ監視官、俺が話つけますよ。わかってる、ありがとな。どうぞ中へ。サーカスね、勘違いすんじゃねえぞ。ここはゴミ捨て場じゃねえよ。みんな入江さんを信用してるんですね。まあ俺はここの連中が好きですから。俺もそう思います。お前変な監視官だな。イグナトフ監視官、既婚者か。こっちも大きな手がかりが。死んだ娘の名前を使ってたよ。なるほど。対象を排除してください。今さらどうでもいいだろう。それより大石、お前のやりたかったことか。これがしてねえよ。気楽にかかってこい。やれやれだぜ。エリミネーターで吹っ飛ぶよりはマシだろう。投票はしたのか。したけど秘密。ケチケチしてねえで言えよ。うわっ、お酒臭い。執行官には選挙権ねえんですから。うらやましいですよ。投票だから教えろって。おお、施設行きだ。さらばヘアクレス。どうしたんす？脅かさないでよ。歓迎会に来たんですよね。入ってくださいよ。いや、私が入るとみんな盛り下がっちゃうんじゃない？大丈夫ですよ。みんなそれほど課長苦手と思ってません。それほどってのが引っかかるんだけど。俺は苦手どころか課長がいなきゃとっくの昔に廃棄区画で死体になってた。前任の事故の件で俺らが散々疑われたの忘れたのかよ。まだ性悲しです。そうですか。監視官は何か信じてんのかい？いえ、ただ偏見の多くは無知が原因です。無知？
それじゃ遠慮なく。元ゲリラのジジイがクリアすぎだろ。口に気をつけなさい。おお、怖っ。どけ！やめろバカ。犯人は甘さんで間違いねえだろ。執行して一件落着だ。当人は行方をくらませちまったがな。なんふざけてんのか。何ですか。ヤバくなったらすぐ助けに行く。安心してくれ。やめとけ監視官。何ですか。またこの前見たく倒れるぞ。お前ら何やってんだこら。違います。色素悪化で強制送還されるはずの入国者に売春を強要する組織があると聞いてはいたわ。なんで公安局に通報しねえんだ。全員潜在犯候補なのに。の通りです。全員このままじゃ施設行きだ。どうするつもりなんだ。また分かんなくなったぜ。アウマは強制売春の被害者を助けながら銃を密売してたのか。どうにもチグハグだ。この手の品に詳しい奴の心当たりがある。こいつはある工場で大量生産されてて、裏で相当な数が出回ってるだろうが。マジか。ダイヤモンドは紛争経済の代名詞でもあります。シスターが武器を買って海外のゲリラを支援。ピンとこない話だぜ。どこだしのぎ。対象を完全排除します。やめてください。ドローンで解除の準備を。何やってんだ監視官。絶対死なせない。間に合うわけないだろう。うせえ。頼む。逆探知に気づいて逃げ出したのか。違います。わざと居場所を知らせたんです。捜査対象組織の内部分裂かと思われるが。なぜシスターしのぎが子供を。昔の同僚の子供だからだろう。シスターが標的になったことでメンタルトレースってやつをやるつもりなんだな。違いますよ。やぼよなんて言い方じゃごまかせないぜ。執行官を代表して止めに来た。あんたが倒れたら困るんだよ。止血します。大丈夫かテンさん。心配に俺がスナイパーを刺す。ダメです。敵の数も場所もわからない。ドローンで確認してから。トドロキさんみたいに撃たれちゃいますよ。これを。今すぐ解析する。終末救済プランってやつか。正確にはクリスが今回の事件に変換した計画表ですね。射撃手を発見。こっちは小宮狩奈みたいなアイドル政治家についてあんたの意見が聞きたいんだが。国民とシビラが求めた。それ以上でもそれ以下でもないわ。昔のあんたなら都知事をディスって何曲か作ったでしょう。ねえ、これはあなたのインタビューよ。忘れないで。正義ね。負け犬がよく吐く言葉だろう。俺の親父もその言葉を信じ死んじまったよ。